この五重塔って何ですか。これは、はい、あのジジが、はい、あの竹串とかで一から作った。すごい。そう、なんか結構その来てくれた人が、これ何キットって聞かれるんですけど、キットとかじゃなくてもう全部一から、いや一本一本。器用ですね。そう、だからこの衣とかも多分自分でカットしてるから若干角度違うんですよ。うん、すごいね。この階段とかもちょっと。違うし、うん、多分こういうところに切り込みとか入れて自分でこう曲げてみたいな、うん、ああこれはすごいわ、うん、へえ一本一本、はい、そう結構これはすごいやっぱいろんな人に褒めてもらえます、ねうん、これはすごいね。もう一個模型がありますね。そういうことですよね。これですよね。ちょっとこれですこれすごいね。これが、うん、ちょっとどう見せれば一番うまく伝わるか。どう見せたら。そうですね。ちょっと。はい。うん。今全体撮ってます。今ちょっととりあえず全体引いた全体でこんな感じでございます。これは。これも一から作ってて。一、はい、から。そうそうです。いやこれさ普通にさプラモデルで売ってたとしても作るの大変だこれ。いや大変。それを一からこう全部ね。作ってるあたりすごいなこれは。だからよく見ると、まあ、こういうところが全部ボタンのこう、あ本当だ本当だ。というか、あはい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 。こういうふうに作られてて、でこういうのタコ糸だったりとか。うん、これちなみにあれですか。何丸かわかりますか。いや全然わかんない。なんかこの辺に大砲があるんですけど、はい、これの穴も全部一個一個違うんですよ。大きさが手作りだから自分で削ってるから、うん、とかあとこれとかも形が一個一個全部違うんですよね。削ってるんで、まあでもだからこその味ですよね。そうそうそう、すごいすごい。こんな感じで、こういうの僕はね好きなんでね、うん、だからこういうところが竹串ですよね。うん、本当に多彩な人だったんだね。そうなんですね。改めて見るとね。だからこういう見てみて、はいはいはい、ここもここも写してここもこれも全部一個一個彫ってるんですよ。すごくないですか。彫り方ね。彫り方がすごい。いやこういうの本当にあの誰の目にも触れず、うん、あの捨てられちゃうとこだったんで。よかったね。こうやってちゃんとね。うん。本当に。